はい、始まりました。あなたの健康を考えるチャンネルへようこそ。リュバラです。本日のトークテーマなんですけども、皆さん外に出てよく遊ぶようになると、とある危険生物が皆さんを刺してきますよね。何が刺してくると思いますか？そうですよね。蜂が刺してくる可能性がありますよね。まあなんで蜂が刺してくるのか、まあそこ気になるところかもしれないんですけど、やっぱり蜂さんもね、むやみに刺したいわけじゃなくて、自分の巣を誰かが近づいてきた時に、あ、進撃の巨人が来た、これは攻撃しなきゃって言って、立体機動装置を発動するわけなんですね。刺すんですよね。毒針を刺すわけなんですけど。なので、不用意に巣とかに近づいたり、まあ、その蜂さんがいて、なんか近くをずっと歩いたり攻撃しようとしたりすると、そりゃ刺されますよねっていう。まあ、僕も働いてて、蜂に刺されたんですけど、痒みとか、まあ、赤みとかそういうの抑えるのは何ですかって聞かれて、おーんと思うんですよ。蜂に刺されたらね、基本的に病院に行かなきゃいけないわけなんですよ。まあ、ただ、大概ね、そういう時って、土曜日、日曜日とかで聞かれることが多くて、要するに、緊急外来になっちゃってお金が余計にかかるんですよ。そういう時って。だからみんなドラッグストアでどうにか対処しようかなって思うんですよ。あのね、蜂に刺されると、その毒針がね、アレルギー症状を起こして、まあ、痒みであったり、赤みが出ちゃったり、まあ、めまいが起きたりだとか、全盲であったり、呼吸困難、意識がなくなっちゃったりと、いろんなアレルギー症状を起こす可能性がある、非常に危険な生き物なんです。なおかつ、1回目刺された時には何もないっていう人も、2回目以降刺された時に、より重い症状になる可能性があるんですね。なんでかっていうと、最初蜂に刺された時に、免疫力が発動して、刺されても免疫力でどうにか抑え込むっていうことはあるんですよ。ただ、2回目刺された時に、体は1回目刺されたのを覚えてますから、やばい、また刺された。直さないとって言って、ヒスタミンっていうものをね、めちゃくちゃドバドバと出して、それでね、昏睡状態に陥ったりだとか、より強い痒みであったりとか、ピリピリした感じが出たりとか、最悪呼吸困難に陥って死んでしまう、みたいなことが起きてしまうんですよ。だから、蜂に刺された場合は、病院に行ってくださいと。っていうことを強くお勧めしてるわけなんですね。特に症状がなかったとしても、後々になって出てくることもあるし、まあ刺されてすぐ出てくることもあるし、まあいろいろなんですけども、まずは病院に行ってくださいと。いくら緊急外来であったとしても病院に行ってくださいっていうことを僕らは言っているんですよね。で、まあそれだとしても、なんか薬をくれって言われたら、まあ自己責任でね、まあこういう商品もあるよみたいな感じに言うこともあるわけなんですよ。で、例えばですね、痒みを抑えるだけの皮膚薬、塗り薬なんかもありますし、炎症を抑えるステロイドが入っているような、商品もあります。それが合わさったものもありますし、傷を修復してくれるような成分が入っているものもあります。あとは、患部を殺菌するような成分も入っています。皮膚薬っていうだけでもいろんな種類のものがあって、どれを選んだらいいのか、もう僕も症状によってやっぱりおすすめするものもあるので、まあ一番はやっぱり痒みだと思うんですよ。だからそういう場合には、まあ、割と毎回言ってますけど、成分名としてジフェンヒドラミン塩酸塩、もしくは、リドカインっていう、まあこれは局所麻酔成分なんですけど、まあこの二つが大体その痒みを抑えるっていう成分なんですよ。そういった成分が入っているものを選ぶといいかなと思います。子供とかが外で遊んだりした時に巣に興味本位で近づいたりして刺されるなんてこともよくあることだと思います。そういった時にね、まあ土曜日日曜日とかに遊びに行ったりして、刺されちゃった。でも緊急外来でお金かかるし、近くのドラッグストアでなんか対処できるものないかなって言って、ドラッグストアに来られても私は徹底的に病院に行けと言います。子供ならなおさらね、病院に行って治してくださいと。まあ、蜂はね、毒針を残すこともあるんですよ。蜜蜂なんかそうで、あれさ、蜂刺して、そのままね、毒は流れていってしまいますので、真っ先に抜かなきゃいけないんですよね。ピンセットとか、あればいいですけど。まあ、なかったりした場合には、やっぱり病院に抜いてもらわないと毒がどんどん回ってしまいますので、
もう一回言いますけど、蜂に刺されたら薬局に行くんじゃなくて病院に行ってください。ここだけは強く言っておきます。これから夏活動時期になってきますけども、蜂には気をつけていきましょう。というわけで今日の動画でした。バイバイ。